ソロでですねアニメイトを決めたんですけど、スバル、その話になんと衝撃的な続きがあって、昨日なんかね、あのスバルの友達に天神琴音っていう天神琴音っていう、そのね、あの自分をね神社の神様だと思い込んでるドラえもんがいるんですけど、これ毎回ね、琴音の紹介するときは、その琴音さんめちゃめちゃレギュラーじゃないですか、なんかお初バター死ぬほど琴音の話題そうそうそう、自分のことをね、あの神社の神様だと思い込んでるドラえもんの友達がいるんですけど、そう、ちなみにお初バ準レギュラーです。でね、そのね、あの琴音からね、昨日ね突然ね、なんか LINE が入って、そう、琴音はね、なんかあの LINE 派なんだよ、ディスコード派じゃなくて、でスバルはディスコード派だから、なんかあの琴音のなんか LINE に全然気づかないっていう事件が起こって、そしたらね琴音がね、なんか返信無視しないでよみたいになっちゃって、ごめんねってなったんだけどさ、ちょっと待ってね、あぶねえ、もうびっくりするやん、やめてよ、ちょっと待って、あぶなマジで、今琴音の LINE 開いたらさ、あのなんかあのボイス付きのさボイス付きの、これ誰だっけ、あのイッテ Q に出てるさ、メガネの人、イッテ Q に出てるメガネの人誰だっけ、このなんだっけ、あのイッテ Q のメガネのさ、メガネの人、あ、宮川のボイス付きスタンプがいきなりめっちゃでかく出てきて、あぶね、ミュートにしといてよかった、宮川のスタンプのせいでアーカイブをくらいになるとかだった、あぶね、いやなんかね、そのね、いや面白い、や琴音ね、こういうとこがめっちゃ面白い、そのね、なんかね、ドラえもんだよって琴音ね、皆さんね、コメ欄にいるのでね、チャンネル登録お願いします、ドラドラじゃねえよ、ドラえもんはドラドラって言わねえんだわ、そのね、なんか琴音から、なんかスバル昨日アニメイト行ってたのって言われて、うん、そうだよって言ったら、なんか、いやなんか私多分スバル見たわみたいな私多分スバル見たわみたいな衝撃の、なんか、え、マジってなって、でなんかあの、まあ、あのなんだろう、あのさ、 なんかね、でも遠目で見たかわかんないんだけど、なんかパッと見て、あのね、琴音ちゃんはね、綿貫さん家に一緒に出てるから、あの普段のスバルのね装備を把握してるんですよ、そう、普段のスバルの装備を把握してて、そうだから、なんかなんかスバルだと思ったんだけど、いやでもスバルじゃないよなと思って声かけなかった、わらわらみたいそれでなんか、いやスバルこんな服着てたよって言ったら、それ多分スバルマジでスバルだったわみたいになってそうことがあってですね、そう、琴音ちゃんにね、あの見られてたそうです、そう、琴音ちゃんに見られてたみたいですね、なんか、そうだから今度なそしたら琴音なんで誘ってくれないんだよって言ったけど、だってこれソロで行くっていう企画だったんだもんって言ってね、今度一緒に行こうよ、今度あの琴音ちゃん、あのツイステグッズを回収しに行こう、一緒に、スバル注文したから注文したからね、回収行くときにね、こう回収行きましょう、一緒に、よろしくお願いします。そう、あとさ、なんかさ、なんだっけ、最近さ回収行きまーすっていや琴音マジでおもろいからね、みんなマジでチャンネル登録してください、もうめっちゃおもろいから、ことね、なんかねテンションがねスバルのね 1.5 倍ぐらいあるからね、マジでやばい、スバルテンション高い方ってめっちゃ言われるけど、ことねはスバルの 1.5 倍上をいくから、テンションが、そう、みんなね見た方がいいよ、